泣いて、笑って、眠って。数時間後、空腹と喉の渇きで目が覚めた。誰もいない家、何もない空の冷蔵庫、繋がらないネット、通じない電話。泣き疲れた体は切実に栄養を欲している。死のうとしていたのに。そんな自分を嘲笑い、でも欲求には抗えず、かき集めた現金を手にして僕はふらりと外へ向かった。アンチも化け物もどうでもいい。今はただ温かいものが食べたかった。こうして改めて外を見てみると、やっぱりゲームの世界だよね。まさかこれって噂の異世界転生ってやつだったり。少しだけすっきりした頭で周囲を観察する。人影はない。いるのは化け物くらいだ。近所の壁には何かを避けようとしたのか、車がめり込んでいる。救急車が来た気配はない。運転席を覗く気にはなれなかった。大通りに出ると、ガラスの破片がそこかしこに散らばっていた。2本ほど向こうの通りからは、煙が立ち上っている。近所のコンビニはすでに略奪にあった跡だった。食品棚にはろくなものが残っていない。それにしても本当に人がいない。ここでようやく僕は気づいた。おそらくこの周辺の人々は避難したのだろう。多分僕の家族も避難したのだ。僕を置いて。そりゃそうだ。引きこもりで自殺未遂のニートなんて、こういう時はお荷物なだけだしね。父さん、母さん、あんたたちの判断は正しい。荒れ果てたコンビニの中で、ようやく見つけたガムを噛む。出し尽くしたはずの涙が、ポタリと落ちた。お姉さん、逃げ遅れちゃったな。コンビニの中で膝を抱えてうずくまる僕に、軽薄そうな男が声をかけてきた。だったら俺たちと一緒に行かない？マスクをして見上げれば、複数の男たちがニタニタと下品な笑みを浮かべている。そっか、僕を女と間違えているのか。仕方ないよね、こんな格好だし。でもうざい。放っておいて。はあ、何その態度。いいから来いって。ほんとうざい。
うざいから消えろよ。ドスの効いた声が久々に腹から出た。そしてうざい男は僕の払った手で血切れて血を吹き出していた。今更だけど、なんで僕にこんな力があるんだ。赤男や化け物まで、もしかしてこれって、見かけたことによってチート能力を手に入れちゃったパターン。そうだ、それしかない。夢かと思っていたこの世界もどうやら現実のようだし、おそらく生死の境をさまよったことで僕に秘められた何らかの特殊な能力が開花したのだろう。そっか、僕はまだ本気を出していないだけだったんだ。今までの引きこもりもアンチとの戦いも、その末の自殺未遂も無駄じゃなかった。きっとこの能力を得るための代償だったんだ。親のすねをかじりながら一人暮らしになってもう何年だろう。仕事も何もしていない。自分はいわゆる引きこもりのニートだ。今さら外に出るなんてできるわけがない。同じような境遇なのに、人気者だった実況配信者のあいつが目障りだった。ちょっと顔が綺麗なぐらいで何にも取り柄がないくせに。画面の向こうのあいつは自分と比べて特別な力を持っているように見えた。それこそ選ばれた人間のように。だから余計に憎かった。